今日はレッスン9ですね。はい。さあ、今日は集大成、時制、いよいよまとめる時がやってまいりました。そうですよ。もう4つも時制をやってしまいましたからね、この本当だ。1年ぐらいで。去年ね、これを始めて、1年間で4つの時制をやってしまったんですよ。レッスン9は時制のまとめでございます。時制を自由に使いこなすことができます。いや、私は大丈夫ですか？ 使いこなすんですよ、これから2人が。使いこなせるんだろうか。そうですよ。過去に行ったり、未来に行ったり、もう自由自うん。在ですよ。大丈夫ですか？この変な沈黙はなんかすごく不安な感じですけど。そうかと思っています。そうか、感慨深いものがありますか？じゃあ、ここらでご感想、時制に関してご感想一発。なんか何でも言えちゃうんじゃん。何でも言っちゃう、急に、これまた大きく出ましたね。何でも言っちゃうとは。随分大きく出ましたけど、大丈夫でしょうか、ね。藤岡選手は、現実的な藤岡選手は何かご感想はございますでしょうか？ああ、まあなんか、まさに中学英語っていう感じですまさね。に中学英語って感じですか。ははい。はい。中学生の自分にはこういうなんか時制に関して意識はあったんでしょうか。い。なんかはい。うこれからやるであろう、ん、やるであろう。ハブビーンとか、はい。なんかそういうのができないと英語じゃないのかなって、英語じゃないのかなと思う。なんかその、レベル的に、ああ。そのぐらいじゃないとこう話して、話す権利がないんじゃないかみたいな。話す権利ないんですか？ なるほど、そんなふうに思っていたんです まあでもね、十分ここまでので。ね。ね、いろんなことが言えるところ分かりましたね。はい。日本はというか、まあ、他の国もしかしてそうかもしれませんけど、日本は英語は受験科目とか試験科目になっちゃってるんで、なんかレベルとかで分けがちなんですけど、いろんなことができれば、よりこう、こと細かな用が足りるって感じなんですよ。別にレベルというよりは。はい。だから、時制1個で通して、明日ってつけちゃえば未来のことだって人が解釈してくれるかもしれないしとか、まあ、そのレベルの 話ぐらいに思って、大人の場合です。子供はそれじゃ困るんですけど、試験がありますから。大人は、まあ、それだとちょっとおかしな感じになりますけど、私ご飯食べる明日ってなると、あ、明日食べるだろうっていうことなんだろうな、みたいに思ってくるし、食べる昨日って言ったら、あ、昨日食べたって言いたかったんだね、この人はっていうふうに、昨日という情報を優先して考えてくれる場合もありますんで。なるほど。だけど、いやいや、まあ、相手にも不自由かけるし、こちらも不自由だしっていう感じですよね。はい。基本的には、時空の行ったり来たりに関しては、現在、過去、未来、現在進行形あたりができれば、まあ、そこそこかなりのことを言えるなという感じで、二人とも資格は十分にあります。はい、よはかい。はい。資格保持者です。なんで、これらをまとめて、時制とか言いますけど、英文を作るときにこの4つの時制が使いこなせるかを確認してみるというのが、このレッスン9のやりたいことです。はい。ミステリー。なんだこれ。私はミステリーを見ます。私は今ミステリーを読んでいます。ちょっと今読んでんのってですね。私は昨日ミステリーを見ましたって言ったら、まあ、どんな本だったっていう感じになるし、私は来週このミステリーを読むつもりですと、へえ、そうなんだ、もうその本買ったのみたいな話になって、まあ、言ってることによってね、反応も違ってくるし、言ってることも違ってくる。はい。どの文も誰が主語なのかっていうことと、どうするは動詞を使って、何をっていうのは目的語を使いますと、誰が I、リード、読む、何をミステリーですね。で、順番に見ていきましょう。で、1番は普段のことなので現在形です。I read mysteries っていうことは、1冊だけでも私はミステリー小説を全般的に、私本読むんだって言って、どんな本読むのって言った時に、あ、大体ミステリーかなみたいな感じになると、この1冊を読むんじゃなくて、アガサ・クリスティだとか、なんかその江戸川乱歩とかそういうことではなくって、ミステリー全般、まあ、全般というか、ミステリー小説ってジャンル読みますよっていう感じで、ミステリーズっていうふうになります。なんで、まあ、通常、お酒も、What do you drink? って言われたら、I drink Japanese beer って言ったら、私はまあ、通常という言葉はその文章の中に入ってないんですけど、現在形で言ったっていうことは、普段私は日本のビールを飲みます。主にっていう感じに相手は受け止めます。はい。で、2は読んでる最中、現在進行形で、I'm reading a mystery now と。なので、私はそうですね、中2の今本を読んでますよっていうことになります、ね。読んでる、もう最中ですって。もうちょっと読んでな、邪魔しないで、みたいなこと。ははい。い、はい。ミステリーズは、はい。まあ、S がつくじゃないですか。はい。で。うんうん、イヤーは、はい。つかない。
ジャパニーズビアーズって言った場合には、まあ、なんかその朝日のビールだの、なんかあの、なんだ、プレミアムモルツだの、なんか具体的な缶に入ったいくつかの種類だとか、そういうものを思い浮かべて言っているという感じがしますね。で、ビアーって言った場合には、あのお酒の種類を言ってることになりますので、別につかなくても大丈夫です。どちらで言ってもない。でも、お酒の種類のことを普通は言うでしょうから、私はワインじゃなくてビール飲むんだっていう場合には、種類ということでつけないでビールというふうに言うことが多いですね。問題解決しましたか？はい。いや、その、あの複数単数に敏感なのは非常にいいことですね。はい。AI はそんなこと聞いてきません。ビールだからだと思います。確かに、特にビールにはこだわりたいですよね。ビールに関してはもう正しく詳しく言いたい。いう願望がその溢れ返ってますね。そうなんですよ。だから自分のね、興味があるものとか、あの、身近なものから、あの、あ、じゃあこれはどういうのかなっていうふうに思ってもらうと、ってことはビールもお茶も似てるから、まあ、こういう言い方でいいよね、みたいな感じになっていくわけですね。はい。いいと思います。で、本の場合には、まあ、現在進行形を使うと、今読んでるのは一冊なので単数形。まあ、複数に読んでれば複数言ったっていいんですけどね。はい。それから3番は過去のことなので、I read a mystery yesterday と。これね、read はちょっと嫌なんですよね。同じスペルのくせに read, read, read ってなって読み方が変わるってやつなんですけど、まあそれは置いといて、I read a mystery yesterday。なんで、read って言ったらこれ過去だって分かるって、I read って言っちゃうと、yesterday なのに現在形ってなってしまう。はい。だから read に関してはちょっと要注意です。はい。read ですね。はい。I read a mystery yesterday と。なります。昨日読みました。で、まあ、できれば、I read a mystery だけだと過去のことだってわかるんですけど、できれば時間に関する情報を付け加えてあげると、いつの過去なのかっていうことがわかりますから、通常は付けた方がいいです。はい。で、4番ですね。I'm going to read this mystery next week ということで、私は予定計画なので、be going to を使います。大丈夫ですか？これあれですか？ミステリーっていうのはなんかジャンルのイメージなんですけど、はい。ジャンルも数えられるっていう感覚なんですか？ミステリーの、あ、例えば、I read a mystery book って言ったら、ブックをつけてもいいですけれども、例えば、そうですね、コミックだったらコミックスってなりますね。そう、ジャンルのこと。はい。ジャンルとか種類。同じ種類なのにビールとミステリーは違うんです。ビールはだってほら違うじゃないですか。ビールは、コーヒーと一緒ですよね、感そう、覚。コーヒーと一緒だ。まあ、てか、ビールもミステリーも、あの、コーヒーも、まあ、あまり一緒にか、どう、なること、私聞くことは初めてなんですけれども、どっちも両方、つけるもつけないもいけますよ。あ、どっちでもいいの？どっちでもいいです。ああ、なるほど。ただ、ミステリーっていうふうに何もつけないで言った場合には、そのジャンルのことを言っているなっていうふうに思うし、ああ、ミステそっリーか、ズっなてる言っほたど。場合には、シャーロック・ホームズのなんとかシリーズ1と、エドガー・アランポの2番2を読んでるんだ、みたいな感じ。ああ、なるほど、なるほど。なんかあ、ミステリーとかが数えられるっていう、こう感覚がなかったんで。そう、だから、ミステリーズって言ってる場合には、ジャンルのことを言ってるというよりは、ミステリーの本、具体的に1、2、3みたいな感じのことをイメージして言っているってビールの缶と一緒ですね。そうです、そうです、はい。ビール缶に数、入ってる。なんでもビール観察すると、こういうのが面白い。なんでも、ビールで言うとこれですって言えばいいんですね。あの、藤岡選手に説明するために。はい。どうしよう、ビールに置き換えられなかった場合に、私は非常に困る。これはビールじゃない方です。そしたらワインで。ワインでいいですか？日本酒とかでも液体に例えられない場合、私は一体どうしたらいいんでしょうか、これから。なんかいい方法。米とかでいいですか？米とか。はい。でも、温泉とか、でも温泉も液体だもんな。要するに液体が好きってことですか、藤岡選手は。はい。液体好きということで。はい。でも困ったな。それは困ったな。まあでも、ビールは割と汎用性高いですかね。何でもビールに置き換えて説明することにします。はい。そんな説明で 一件落着されてると、これ中学生見てたらどうするんだって話あ、ですそうけど。か。はい。全くなんていうか役に立たない番組って感じが。いかがでしょうか？いかがでしょうか？あとは主語、目的語、動詞、目的語などを入れ替えれば、様々な文章が作れます。そしてもう、あなたはこれらの否定文でも疑問文でもできますよね。ここでなんか なんかちょっと圧を 感じます。圧を感じますね。私もちょっと圧を感じました。私本のはずなんですが、はい、圧を入れておきます。はい、理解度チェックやクリスポンス、さらに確認してみましょうね。ということで、証拠を取るという、この怖いですね。いいでしょうかって普通書いて終わるんですけどね。確認をしますよ、今これからっていう感じで、ちょっと圧をかけております。さあ、じゃあ、理解度チェックですね。はい、では、藤岡選手、私は6時に起きます。I get up at six. うん、get up をつけてみましょう。I get up at six. I get up at six.
うん、そうです、いいです。はい。で、ゲットアップをゲラップってくっつけたりもしますね。X。はい。じゃあ、同じ、あと藤岡選手もう一個行きましょうか。私は6時に起きました。I got up at 6. そうです。はい。私は、I got up at 6. ね。はい。はい、じゃあ、3番まで行っちゃいましょうか。はい。I'm going to get up at 6. そうです。はい。I'm going to get up at 6 ですね。はい。そうやって、なんか布団の中に潜って、なんかもう一回潜り込みそうな気がしますけど、起きて、藤岡さん I'm going to get up at 6 とか言って、なんか、うん。で、次の瞬間に、I'm going to get up at 6:15 とか言って、15分に起きる。ちょっとずつ。そう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 。現在進行形を使って、ずっとね、そのつもりだっていうふうに、ずっとおつもりプレイをしておけば、延々、はい、最大、その日の終わりまで伸ばせることができます。はい。かなりめんどくさいですけどね。では、高橋選手、今、雨が降っています。はい、今、雨が降っています。It's raining now. It's raining now. It's raining now. そうです、はい。今ね、高橋選手は、ね、発音訓練で R の特訓中ですので、はい。raining now。そうです。2回目成功しましたね。はい。で、次です。さっき雨が降っていました。これも高橋選手。さっき雨が降っていました。そうですよ。雨が降っていました。さっきがちょっとくせ者かもしれませんね。さっき雨が降っていましただから、はい、It was raining a while ago. うん、そう、あ、while ago が分かったんですね。while ago はもう書いてる、書いてる。あ、書いてる、あまた先生の私。そっか、書いてあったんですね。あ、そっか、赤シートやると、これ本だと分かっちゃいますよね。It was raining a while ago. It was raining a while ago. そう。さっきって意外と言いたいけどね、言えなくないですか？さっきは、just before とかなんか。あ、while ago をちょっと覚えててください。うん、さっきってよく使いますからね。うん、さっきやったばっかだよとか。あ、while ago。うん。まあでも、just now って言った時に、たった今がそれは、たった今。だからさっきを、もうさっき思いつかなかったらたった今って言っとけば別に、まあ、多少時間でそうと言ってもいいんじゃないですか。そんなことは続いてどうすんだ。大人はいいんですよ。子供はダメですよ。学校で試験出たものをきっちり出さなきゃいけないんですけど、大人は別に、さっきだろうが、だって今、たった今だろうが、何のことなんだか別にどうでもよくないですか？そんなことは。あぶらかしテクニックがあるわけですね。そう、そうなんです。だから、口から出てくるもん言えばいいんですよ。それをなんか裁判やってんじゃないんだから、いや、あんたでも今さっきって言いましたよね。でも死体を見ると、だいぶ前に、死後硬直始まってんですよ、みたいな話になる。恐ろしい。やっぱりさっきとたった今でだいぶ違ってくるので、その裁判とか関わってきたり、殺人現場とか、まあなんか現場系になると、厳密に言わなきゃいけないんですけど、日常会話で別にさっきだろうがたった今だろうが大した変わりはないんですよ。なので、そこで、ああ、どうしよう、さっきって言えない、ああ、なんか口から出てこないとか言ってるよりは、言えることを言っちゃえばいいんですよ。なるほど。っていう、ちょっと学校の先生としては多分クビになるタイプだと思うんですけど、ね、はい。日常会話、でも、会話できる人ってそういうことなんですよね。結局、まあ似たことが言えればいいや、ポーンって出せるか出せないかってことなんで、なんか、うーとかなって、おまけに悩んで、あ、自分は英会話する資格がないんだとか言って、なんか悩んじゃってやめちゃうとか、もうこれ最悪ですよね、そんなことは。まあ、その、パテール引き出しがあればいいですけどね。そうなんです。なんでもだから、とりあえず、なんか入れとけばいいんです。時間に関することで、現在、未来、過去のものをワンセット入れといて、足りなかったらもうこれパッて出すみたいな。うん、どうしても言いたいことに合うものが出てこなかったら、もうこれで代用、もうごめんね、今はって感じでやっといて、あとで家でしっかり反省をして、次回はちゃんと言うってことが大事なんですね。あの時これが言えなかった、ああ、これ、さっきというのは一体何だったんだろうと真剣に考えて、あ、そういえば、このおさらい英語に載ってたじゃないかと思って、このページを送って思い出すと、さ、これだよ、これってなるのが記憶に定着していく秘訣なんですね。はい。今度は藤岡選手、私は商社で働いています。働いています。はい。I work for a trading company. A trading company. Trading company.So, I work for a trading company. I work for a trading company. そう、だからこのいますというのが現在進行形だというふうに思ってしまって、I'm working っていうふうに言ってしまう人がいるんですけど、そうすると、たった今働いてるからって、ちょっと今勤務中だからって、お母さん、お父さんって電話かかってきて、I'm working for a company now とか言って、
とりあえずあの私は今商社が働いてますとお父さんが言うのおかしいと思うんですけど、電話かかってきて、お父さんいつ帰ってくるのみたいな、今働いてんだよみたいな、うん、自分の習慣というか普段のことを言うにはこういうふうに言います。はい、じゃあ、高橋選手、はい、はい、私は出版社で働く予定です。はい、 I'm going to working for a publishing company。 あれ違うよね。 I'm going to work for a publishing company。 そうです、はい、びっくりしました。なんだ、イングイング、あのイングイングです、ね。はい、イングイングとイング、あのそう、ダブルイングしちゃう人多いので、あの気をつけてくださいね。はい、ダブルイング。I'm going to work for a publishing company ですね。publishing company。そう、publishing company。publishing company。そう、働いてます。はい。じゃあ最初からちょっと行きましょう。I get up at six。I get up at six。うん、six。six。うん、くす。なんか、高橋選手がすに聞こえます。six。six。はい。で、2番。I got up at six。I got up at six。はい。I'm going to get up at six。I'm going to get up at six。うん。で、藤岡選手が going というのは、going が非常に強かったので、going と、I'm going to get up。up を強く。I'm going to get up。なんで、たらたらたらたん。I'm going to get up。そう。I'm going to get up. Get up. Up was it? Get up. Get up at 6. そうです。はい。次、It's raining now. It's raining now. そうです。It's raining now. It's raining now. So, it was raining a while ago. It was raining a while ago. Wait, just a while ago. While ago. It was raining a while ago. It was raining a while ago. I work for a trading company. I work for a trading company. そうです。はい。日本人はトレーディングカンパニーとか、なんとかかんとかっていうふうに、あの、一緒に言っちゃいがちですので、一個一個下げます。Trading company. Trading company. はい。I'm going to work for a publishing company. I'm going to work for a publishing company. そうです。はい。です。大丈夫でしょうかね。あ、ワイダー、との年会はポイントで、あ、ワイダー語はしばらく前、先ほどっていうことで、6番は働いていますという日本語に作られた現在進行形にする人も先ほど言いましたけど、いるかもしれませんが、過去、現在、未来にわたって働いているという状態、普通のことを表すときには現在形にします。これに中1でやりますとね。はい。これ、学校であんまりちゃんと教えないんですよね、こういうあたりを。なんか、時制を変えるとかいうことを教えるんですけど、どういう意味合いの時に使うのかっていうことってあんまり教えないので、まあ、皆さん知らないのは無理からのことなんですが、よく使いますので、これは覚えておくととても便利です。はい。大丈夫でしょうか。はい。さあ、では、ちゃんと時制が理解できているかどうかを、先ほどね、圧がかかって本に書いてありましたけれども、確認してみたいと思います。さあ、二人の実力が試される中1学期の中間試験って感じですね。じゃあ、高橋選手から、はい。私は毎日ヨーグルトを食べます。ヨーグルト。毎日ヨーグルトを食べています。食べています。食べています。はい。食べています。はい。I eat a yogurt cup. なんだって。カって私にカってよ聞かないでくださいね。いや、なんかヨーグルト、あ、ごめん、あの、ヨーグルトってコーヒーと同じかなと思ったんです。種類でいいんじゃないの、うん、藤岡選手、あの、そこで相談しないでください。あの、戦いは一人で、リングの上ではいつも一人です。セコンドはいません。はい。私が勝手になんかごちゃごちゃ言った。はい。はい、I eat yogurt every day. はい。私は今ヨーグルト食べてます。ヨーグルト食べてます。ヨーグルト、ヨーグルト、ヨーグルト。ヨーグルト。よほどこれ、はい、トモト先生やったんですけど、ヨーグルトトモト先生似合いそうです。はい。はい、I'm eating yogurt now.、うん、じゃあ、私は昨日ヨーグルトを食べました。I ate yogurt yesterday. うん。私は今晩ヨーグルトを食べるつもりです。はい。I'm going to eat yogurt tonight. うん。私は1時間後に戻ります。私は1時間後に戻ります。Okay. I'm going to go back in an hour.はい。彼はすぐに戻るでしょう。He's going to back soon. He's going to back soon. He is going to go back soon.
はい、自分で納得して、はい、彼は1時間後に戻っています。戻りました。彼は1時間後に戻りました。これあれなのかな？ He was going to... He was... 戻ってきます。戻りました。戻りました。He was going to go back. Before 1 hour. Before an hour. 一時あ、出た出た出た。He, ごめんなさい。He was going to, あれ ?going to じゃないよ。He was, ごめんなさい。He これ、どれなんですか、一体。はい、どっちなんですか。ごめんなさい。ちょっと待って。かぶった、かぶった。ごめんなさい。ファイナルアンサーお願いします。OK です。はい。He was going back 1 hour ago. あなたのは普段休みの日に何をしていますか？朝は普段休みに何をしていますか？これ普通にいいのかな？What do you do on your day off, usually? あ、待って、What do you do on your day off? Usually. はい。はい。むずい。あなたは明日何をしていますか？あなた、What is your plan tomorrow? What is it? プラントモード。はい。あなたは明日何をしていますか ?What are you going to do tomorrow?What do you どっちですか？プラント。What are you going to do tomorrow? はい。あなたは去年この仕事をしましたか？あなたは去年この仕事をしましたか ?Did you do work this? あ、違う。あなたは去年この仕事をしましたか Did you do this work あ、違う。わかった。はい。Did you do this job last week? ラストピック。去年だよ。Last ジョ year。コ選手、手を出さないでください。はい。なんか、はい。あと、捕まって退場させられますよ。Did you do this job last year? はい。さあ、じゃあ、藤岡選手。はい。はい。ちょっとヨヨーーグルグト攻め、ヨーグルト攻めです。ヨーグルト食べますか？ルト。食べます。あ、食べますか？はい。じゃあ、ヨーグルト選手権。はい。い。I eat yogurt every day. Every day. はい。私は今、ヨーグルト食べています。I'm eating yogurt now. 私は昨日、ヨーグルト食べました。I ate yogurt yesterday. はい。私は今晩、ヨーグルト食べるつもりです。決意、私は今日ヨーグルトを今晩食べてやるんだ。I'm going to eat yogurt this night. This night。 This tonight. 変わったもんがとひょっこりびっくりしました。はい、私は1時間後に戻ります。I'll be back in hour. In hour？ In an hour. はい。これ書いてありますね。書いてあるのに間違えたら一体何事を言ってるか。In は an い。hour. はい。彼はすぐに戻るでしょ He will be back soon. う。はい。彼は1時間前に戻りました。He was back one hour ago. One hour ago。 Before. あなたは普段
休みの日に何をしていますか？ビールを飲んでいますってことな答えちゃう。What do you doing なのかな ?do? What do you do? Do you do? ってでもなんか仕事のことのような気もしない。仕事のような気もしない。でも、do を2回出すことに抵抗を示さなくなりましたね、藤岡選手。はい。はい。What do you doing なのかな ?What do you do? まあいいや。What do you do?On your day off.、うん、あなたは明日何をしていますか ?What are you going to do tomorrow?、うん、あなたは去年この仕事をしましたか Did you work this job last year? Did you do this job last year? どっちだ？なんかボソボソってる。ファイナルアンサーですか？Did you do? はい、do でいきますか。はい。はいはい、ありがとうございます。藤岡選手が本当に do を2回出すのが嫌いだということがすごくよくわかりました、ね。よくわかりました、本当は。なんか、do をどうにか受け入れようとした、一時的になんか休戦したんですが、どうしてもその、また戦争を始めたいという感じがすごくします。do を2回同意させてなるものかという強い そんなにお嫌でしょうか。do からそんなに私がお嫌でしょうか。そんなことはない。私は一体何をしたというのですかという感じですか。どうからしてみるとね。はい。では、正解に行きます。はい。二人ともヨーグルトはやけにできてましたね。ちこのヨーグルトって発音してて、ヨーグルトってちゃんと英語のイントネーションで発音できて素晴らしいです。ヨーグルトですね。しかも、ヨーじゃなくて、ヨーグルト。ヨーグルト。この Y というのは半母音といって J みたいな発音記号を書くんですけど、年のイヤーとかもこの発音なんですね。緊張したイーって口して、それを緩めながら、イー。ヨーグルト。だから、イエスタデイ。イエスタディ。そう。こっちからですね。こっちから。イエスタディ。イエスタディ。イエスタディ。あと、ユーも、ユー。ユー。そう。ユーじゃなくて、ユー。ユー。そうです。はい。ちょっとね、ちょっと発音します。はい。ヨーグルト。ヨーグルト。うん、そうです。ヨーグルトーって言うと通じないですね。だからなんか日本人が好きな朝ごはんメニューとかって大体カタカナ語だと通じないことが多くて、サラダとかサンドイッチとかヨーグルトーとかハンバーガーのトッピングのオニオンとかベーコンとか結構通じないですね。アーニオン、ベーコン。アーニオン。ベーコン。ベーコン。うん。あとヨーグルト。ヨーグルト。ハンバーガー。ハンバーガー。そう。とかサラダです。サラダ。サラうん、サンドイッチじゃなくて、サンドイッチ。サンドイッチ。うん。とか。結構簡単だと思っている食べ物が通じなかったりします。いや、本当にそう。ヨーグルトもその代表格ですね。ヨーグルト。ヨーグルト。はい。で、これ現在形ですね。過去形、現在進行形、I'm eating yogurt now. I'm eating yogurt now. で、I ate yogurt yesterday. これも二人とも合ってましたね。それから、I'm going to eat yogurt tonight. これも大丈夫でした。はい。で、このあたりから怪しくなってきた、雲行きが怪しくなってきたんですけど、まあ、4番もね、トゥナイトがディスナイトとかなってますね。まあ、別に通じなくないですけど、はい、トゥナイトにしましょう。はい。で、5番は、I'll be back in an hour ですね。in an hour。in an hour。うん。はい。で、高橋選手がかたくなに5番も6番も7番も、going to go back って言ってました、ね。なんで、まあ、ゴーバックでも、悪くはないんですけど、こういう感じ、戻ってくる感じなので、be back の方が自然かなと思いますね。はい。通じますけどね、ゴーバックでも。通じ、全く分かってもらえなくはないですけど、I'll be back の。だからもう、ターミネーター行ったけども、I'll be back。I'll be back。I'll be back。また来るぜ、みたいな。ですね。で、in an hour と。で、それから、he'll be back soon ですね。これも高橋選手が、he's going to go back soon って言ってましたけど、別に悪くはないというか通じますけど、方がいいです。はい。
He'll be back soon. それから、He was back an hour ago. これも、going to よりも、be back で、藤岡選手が one hour ago って言ってましたけど、an hour ago の方がいいですね。an hour ago。そうです。はい。と、8番が、ここで do 問題が、そう、あと2人ともね、usually の場所がちょっと迷子になって、藤岡選手は usually をガン無視し、選手を最後にボコッとつけていました。で、この8番が what do you do, do って仕事じゃないのって、それ素晴らしい、覚えてましたね。そうなんですよ。職業なんですよ。だけど、usually と your day off っていうことをつけてるので、ちゃんとこれはその職業のことではなくって、お休みの日に何してんのっていう、usually と習慣性というか、いつもって入れた上に、お休みの日にってつけてますから大丈夫なんですね。何かいろいろつけることによって、もう少し限定していくというか、状況を限定していって表現を変えることができますので、で、what do you do on your day off usually? でも、まあ、場所的には間違ってないというか、だけど、まあ、今回ここに入れるのが自然です。いつも何やってんの?で、それいつのこと話してんのってことで、休みの日にっていうこと。はい。それから、What are you going to do tomorrow? これが、高橋選手が、What is your plan tomorrow? って言ってたので、意味的に合っていてすごいなと思いましたね。すげえ。計画は何ですかとか。はい。だからいいんです。どっちでもいいんですよ。言えてれば。はい、そう、いいんです。別に全然間違ってなくて、むしろ素晴らしい言い換えだなと思いましたね。で、藤岡選手がここで多少言うと和解をしたのかなという素晴らしい兆しが、ね、見えたのですが、10番で決壊、松は決壊しましたね完全に没交渉という感じで、完璧に欠落、結果、そう、決裂をし最終的にドゥにしたんで。do にしてました。はい。Did you do this job last year? ってなので、Did you do this job last? で、高橋選手は勝手にウィークに変えてました。まあ、だから、これ単語を思い出して言うぞってなっちゃうとそうなるんですけど、自分の中でイメージ、言おうと思ってることが絵的に出てきてるとそういうことが起きないんですね。自分が、例えば、去年の夏のこととか、去年の仕事のこととか思い出して、絵を思い浮かべてると、ちゃんと、イエスタデーじゃなくて、ラストイヤーになるし、先週のことを思い浮かべてれば、ラストウィークとかになったりするし。なので、単語を暗記して、思い出して、なんか合ってるか間違ってるかみたいな感じでやってるとそういう風になっちゃうんですけれども、本当に主語が自分で自分が絵の中に出てきて何かやってる情景とか思い浮かべてそれを英語にするって感じになってくるとそういったことがなくなります。はい、大丈夫でしょう。藤岡選手 do との関係性については、はい、ちょっと長くなれた気がします。なんか前もそんなセリフを聞きました。歩み寄ってますね。はい、そうですね、はい。急に歩み寄ってきました。はい、そうなので、do ですね。ぜひよろしくお願いします。はい。で、高橋先生から耳寄りな情報がありまして、前回の be going to は、もう can とか will と同じ、塊でも助動詞として扱ってくれという話でした、ね。なるほど。はい。それが、もう個別にどうだろうかっていうことは、もうどうでも考えなくていいよという話だった。私は考えて説明しなきゃいけないかなって思ってたんですけど、もう3つで1個でバーツセットでいいという話でしたので、そこをあえて分解しなくて結構です。はい、going to で、be going to でもう、can とか will とかみたいな、一個の助動詞だというふうに言ってください。はい。従って、going とついていようが何しようが、あとはもう、原型が来ます。はい、なるほど。そうです。なんかいろんな情報に惑わされないようにしてください。はい。じゃあ、一緒に、大人の英会話ポイントをちょっと見てみましょう、ね。はい。7から10は日本語では普段のことも過去のことも未来のことも何とかしていますということが表すので、わざとそういった言葉遣いをして、日本語に皆さんが戻されないかどうかを試して、すごい、いろいろ試して、トラップをかけているという恐ろしい、中学生にトラップをかけるというね、恐ろしい本ですけれども、トラップをかけております。しかし、親切な私がね、こうやってちゃんとしていますと言っても、していますという現在進行形を表してるわけじゃないということを再三口を酸っぱくして言っていますので、はい。なんかあの人スパイクしてたなと思って思い出してくださいね。はい、実際をよく考えてから英語に変換しましょうと。最近 Google 翻訳なんか賢くなっていて、このしていますとか言っても現在形にしてくれる場合とかもあります。はい、結構日本人がやりがちな文法エラーで、だチャット GPT なんかになるとみんながこれを現在形のことを言ってるのに be going to とかで訳しちゃったりすると、そうじゃないよってこういうねマークをしてくれたら違うよっていうふうに覚えてくれますから、だんだん賢くなってきて打率が上がってくるんじゃないかなと思います。はい、なので GPT は教育してください。
じゃあ一緒に読んでおきましょう。じゃあまず高橋選手からいきますよ。はい。I eat yogurt every day. I eat yogurt every day. I'm eating yogurt now. I'm eating yogurt now. I ate yogurt yesterday. I eat yogurt yesterday. 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 I'm going to eat yogurt tonight. I'm going to eat yogurt tonight. Yogurt tonight. Yogurt tonight. I'll be back in an hour.I'll be back in an hour. これバックで訳しましょう。I'll be back. I'll be back. In an hour. In an hour.、He'll be back soon. He will back soon. So, he'll be back soon. He will be back soon. バックで言って、He'll be back soon. He'll be back soon.なんかバックスーンにこれ、バックスーン。バックスーン。そうですね。He was back an hour ago.He was back an hour ago.、What do you usually do on your day off? What do you do?、What do you usually do on your day off?、Off. Off. そうですね。これ外国人等々などね、会話によく使いますよね。休みの日何してんのみたいな。会話に困ったらこれですよ。ご職業は何とかどこの出身ですか何とかで、あ、シーンって、あ、休みの日何してんの何もって言われたら、シーンみたいな。なんかしてるでしょみたいな。寝たりとか、シーンみたいな。何時間ぐらい寝んのみたいな。どんなベッドでみたいな。ひたすらね、質問のラリーですよ。What are you going to do tomorrow?What are you going to do tomorrow? 強く。What are you going to do tomorrow?What are you going to do tomorrow? こうやって塊のね、最後一番強くいいんですね。ここで一回ちょっと文章終わってもいいというか、何やってんの明日って感じなので。What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? So, did you do this job last year? Did you do this job last year? Okay, did you do this job? ジャブを強く。Did you do this job last year? Did you do this job last year?そうです、はい。じゃあ、藤岡選手行きましょう。I eat yogurt every day. I eat yogurt every day. I'm eating yogurt now. I'm eating yogurt now. I ate yogurt yesterday. I ate yogurt yesterday. I'm going to eat yogurt tonight. I'm going to eat yogurt tonight. I'll be back in an hour. I'll be back in an hour. He'll be back soon.He will be back soon. あ、これとかいいんじゃないですか。リングの試合が終わった後に。I'll be back soon. いやー、ちょっと休んで。じゃあすぐもらってください。I'll be back. そう、ターミネーターのようにちょっと低い声で。I'll be back. はい。はい。そうです。He was back an hour ago. He was back an hour ago. An hour ago. An hour ago.So, what do you usually do on your day off? What do you usually do on your day off? Off. Off. Okay, what do you usually do on your day off? What do you usually do on your day off? これ、アスリートなんかだとね、こういうのよくオフの日何してますかと聞かれがちですよね。はい。What are you going to do tomorrow? What are you going to do tomorrow? Tomorrow. Tomorrow. Okay, what are you going to do tomorrow?What are you going to do tomorrow? Did you do this job last year? Did you do this job last year? そう。だからこの do、こっちの2回目の do を強く言うことによって、こっち主役だっていうことがね、わかりますので、こっちは助動詞なので、準主役なんですね。こっち主役の do なんで、Did you do this job last year? Did you do this job last year?そうです、はい、特に藤岡選手の場合には2つの do が、ね、一緒にいるということが大変お嫌いなようなので主役の do に関しては強めに言うことによってこの弱いやつとは違うんだぞということをですね差を出してあげるとちょっともしかするとあの存在を認識しやすくなるかなと思いますね、はいはい、大丈夫でしょうか、はい、で大人は先ほどやっていましたので、2人はもう時勢を制覇しましたということに体裁上はなります、はい、体裁上はというか、まあ、完璧にもう制覇しましたね、はいはいご感想はないでしょうか。あれ質問でもいいです。なんか迷ってることなんかないですか。英会話できそうですね。英会話できそうです。それよかったね。英会話できそう。まずはね、時勢からですからね。はい。
高橋選手は何かお感想はないですか？なんか実践の時に確かになんか、何かをしていますっていうのを迷った時あったんで、確かに仕事系なのか、はい、例えば仕事、私はこういう仕事してますっていうのあ、はい、なんか迷った時、なんかのシチュエーションであったんで、それがすごいクリアになりました。なるほど。やっぱ体験して解決するとすごい記憶にも残るし、クリアになりますよね。はい。大丈夫。あと質問とか大丈夫ですか？では次回からは、また全然違った次元のですね、これですよ、ギブプラス一プラスもの、ああ、I give you some money、ああ、ちょっと金やるよみたいな、ああ、やつですね。人なのかものなのかっていうところで、よく皆さん、トゥーをつけたくなったり、いらないなと思ったり、またなんか嫌な質問されそうな気がするので、私はちょっと緊張して、思いますけど、はい。とりあえず、時勢は卒業ということで、おめでとうございます。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあ、今日はこれにて一件落着ということで。はい。ありがとうございます。はい。ありがとうございました。